英国ブリストル、ブリストル大聖堂のバラ窓、神道の聖誕。バラ窓とは、普通一般に、そして特に、ゴシック建築において、ステンドグラスで作られた円形の窓で、一般的にマリオンとトレサリーが、中央から放射状に伸びている。聖母マリアは、くしきバラの花とも言われ、教会や大聖堂において、バラ窓はしばしば聖母マリアを暗示しており、 バラの花を成功に仇すこともあった。しかし、バラ窓という用語は17世紀以前には使われておらず、おそらく古フランス語のローエから来るものであろうと思われる。したがって、聖母マリアとバラの花、バラ窓を特に関連づける考え方は通常、中世以前では考えにくい。イスラーム建築におけるオクルスバラ窓の起源は、ローマ建築のオクルスの一部に見ることができる。 ごく初期の例として、スペインのオビエド近く、リロのサンミュゲルで、トレサリーと共に、軸方向に置かれた旧世紀のものが挙げられる。一般的には、ロマネスクの時期に、オクルスが発達して、バラ窓になったと思われているが、実際には、ロマネスクのオクルスが、ゴシックのバラ窓へと変化する移行過程の特徴を備えたものが認められない。そのため、 パリ近郊サンドニ修道院の西のファサードにあるバラ窓がゴシックの最初のバラ窓として登場した時に一気に革新がなされたのだという説は説得力に欠けるのである。サンドニのバラ窓は1130年代にシュジェールがサンドニの修繕に取り組んだ頃のもので18世紀に何度か破壊された。バラ窓の発達に関してはもう一つドイツの歴史芸術家。 オットーフォン・シムソンが提唱した説がある。シムソンは740年から750年にかけてヨルダンのカーバットアルマフジャーに建てられたウマイヤ朝の宮殿の外壁を飾る切れ込みが6つ入ったロゼットと八角形の窓がバラ窓の起源だと考えた。この説では十字軍遠征の際にこの魅力的な窓のデザインがヨーロッパに持ち込まれ教会に導入されたとされる。 西のバラ窓、ノートルダム大聖堂、パリ南のバラ窓、ノートルダム大聖堂、パリおよそ12世紀の中頃から、ゴシック建築の発展とともにバラ窓はさらに精巧な、様式へと進化して、そのサイズも大きくなっていった。13世紀の中頃までにバラ窓は、サンドニシュドウイの浴牢に見られるように可能な限り、最大のサイズ、すなわち、 新郎の幅全体にまで広げられた。ランスのノートルダム・ウェストメンスター人北の浴廊のバラマド目初期のゴシック建築では重要なものとしてマンテの大聖堂、ラン大聖堂、シャルトル大聖堂が挙げられる。これらのケースでは全てバラ窓マドは丸いアーチの下に置かれた。ゴシック様式の次の重要な段階ではランスのノートルダム大聖堂の浴廊や後の時代の ファサードに見られるように、バラ窓は、先頭アーチの下に置かれた。この形はおそらく、同じクランスにあったという聖にケーゼの教会から生じたものと思われる。この教会では、バラ窓は、正方形を描き、パリのノートルダム大聖堂の横炉に見られるように、スパンドレルを貫通している。ゴシック様式が発達する最後の段階では、バラ窓は、下の窓の列に置かれる。 この場合バラ窓は巨大な窓の中心部分を構成し、ルーアンやボーベイの大聖堂のように浴炉の単全体を覆うことになる。このようなゴシック様式の大聖堂や19から20世紀にかけてのネオゴシック様式でデザインされた教会堂やチャペルでバラ窓が使用される一方、ロマネスク様式のバシリカでもバラ窓は使用され、後期ロマネスクゴシック様式に影響を与えた。 例としては、チェコのトシェビーチにあるユネスコ世界遺産のセプロコピウス聖堂のほか、イタリアのスポレートやモンザも挙げられる。これらの建築様式に見られるデザインは、ゴシック建築のよく知られた教科書の例とはしばしば異なっている。イングランドでは、バラ窓の仕様は通常浴浪に限定されたが、ヨークシャーのバイランド修道院の日照面やロンドンの セントポール大聖堂の東正面には巨大なバラ窓が作られ、地元の教会やチャペルにも同様の形で用いられた。ドイツでは、ストラスブールのノートルダム大聖堂ファサードにバラ窓の典型が見られる。イタリアでは、バラ窓は特にランゴバルド人建築家によって用いられ、ベローナのサンゼノ、モデナの大聖堂、シエーナやオルビエートなど、 トスカーナ地方のゴシック教会などに見られる。バラ窓の得意な例としては、13のスポークを持つ中央飾りがモリーゼ州ラリーノのバシリカに見られる。アメリカでは、フランスの芸術家、アンリ・マティスが1954年、ニューヨーク・ポカンティコのユニオン・チャーチの東壁に浴び、エルドリッヒ・ロックフェラーを記念したバラ窓を作成した。ありがとうございます。